はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。3月12日土曜日、15時半から亀戸駅で街頭活動を行います。亀戸支部長じゃなくて江東区支部長藤川と一緒にやります。3月20日14時から16時の間、池袋西口で北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名を集める活動をいたします。お手伝いしてくださる方、よろしくお願いします。3月27日、13時30分東池袋中央公園集合 NHK スクランブルデモを行います。まだですね、これ手続きデモ申請終わってないんで正式告知できないんですけれども、今から言っときます。皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いします。同時にですね、日本改革党支部長も大募集しております。東京地区を主にですね、今は参院選終わりましたら私が立候補する予定の夏の参院選が終わりましたら東京以外の地区の募集も始めます。地方議員を目指す立候補を目指して活動していただくと、そういう風になっております。韓国の新大統領が決まったようですけれども、反日は大韓民国の国是です。国の方針です。戦争が終わっても半島に居座る悪い悪い日本兵を我々が追い出したから我々がここを統治するつって李承晩が建国宣言したのが大韓民国ですから、日本兵が悪い、日本が悪いっていうのが建国理念に入っております。ですんで、あの国ある限り反日は変わりませんので、誰が大統領になってもですね、すごーく反日か普通に反日ぐらいの違いしかないんで、まあこれまで通り無視で、いいですね。通過ですね、もう70年も72年も経ってんだから、自称朝鮮戦争の難民を引き取れよなぁ。もう3世代ぐらい行っちゃってんじゃねえな。自称朝鮮戦争の難民引き取れよ。いい加減によ。中にはですね、戦争中に無理やり連れてこられたなんつって、言ってるやつもいるそうですしね。無理やり連れてこられたんだったらば、もう好きにしたらいいじゃん。誰も引き止めてねえんだからさ、今では。誰も引き止めねえよ。好きにすりゃいいじゃん。なんで日本にいんのっていうツッコミは聞こえないことにしてる連中がおりますね。困ったもんです。OPEC 国際圧力に敗北しまして、増産するって発表になっておりました。これを受け、9日の昨日の原油相場は 16% の急落したそうであります。物価全面高は避けられそうで何よりだな。ネットの反応です。なんて言って脅されたんだろう。シェールガス大増産して暴落させてやるとか、シェールガスですからアメリカですね。あんまり上がりすぎると代替されるから、他のエネルギーに代替されてしまうから、例えばバイオエタノールとかですね、そういうのありますね、原発とかね。自分だけ大幅値上げを宣言したサウジ涙目と、足並み揃ってませんな、全然な。OPEC の仕組みなんですけれども、1、原油が高騰する、で高い時に売りたいから増産したくなる。2、高値を維持したい OPEC で減産合意がなされる。3、それを守らずこっそり自分とこだけ増産する国が続出する。4、いつの間にか
無意味になる減産合意。5、各国の好き勝手な増産で原油価格が下落する。6、価格を釣り上げるためオペックで減産合意される、1に戻る、オペックで、下がった値段釣り上げるため減産合意が効きまして原油が高騰する、増産したくなる、ここに戻る、それを繰り返しているのがですねオペックの仕組みであります。あんまし高くなるとですね原発導入する国が増えたり、バイオエタノールだこれからはなんていう国が増えたりですね、石油のあの消費量下がっちゃうと元も子もないし、通貨ね、あの原油売る以外の稼ぐ工夫旋回、いずまで資源頼りなんだ、って思いますけれども、まあそれは不可能なんです。資源が出る国で先進国になった国あんまりないんですよね。何にせよですね、今日10日のですね日経平均はちょっと上がるでしょうね。原油価格が下がれば株価上がってみたいな、そういう相関ありますから、原油高による世界大不況っていうのは回避できそうで何よりであります。日本は勝手ばっかで影響大きいですからね。日清製粉、ウクライナ避難民にカップヌードル10万食約2億円分と1億5000万円の寄付すると発表しておりました。ネットの反応です。こういう支援は全然あり。外国で一番人気はシーフードヌードル。撤退しない企業が悪目立ち。さすが日清、それに引き換えユニクロと来たらと、こういうような意見ありましたね。明日は東日本大震災から11年ですが、もうそんなに経つのか、俺も年取っちゃうわけだよな、肺がんにもなるわけだ、遠い目、寒い避難所であったかい食事はさぞや格別でしょう。私は幸いですね避難せずに済みましたけどね、つってもですね自宅におっても4日間停電しててですね毎日がキャンプ、夜になるとろうそく生活でしたけれどもね、島嶼国にですね、格別な味を覚えてもらって今後販売拡大したいって狙いもありそうですけど、まあやらない前よりやる偽善ですよ。もらった方だってありがたいんだから、久しぶりにカップヌードル食べて応援しようかな。私は醤油味が一番好きですが、なんせ昭和のおっさんですからね、私は。それに引き換え、いつまでもロシアの商売にしがみついてるユニクロと来たらね、紙くずルーブルを大量に抱えて弱体化する未来しか見えないですね。ルーブル、今月の売り上げは何億ルーブルありましたなんつってもですね、来月にはその価値がだだ下がってんだから原価割れすっかもしんないよね。小麦はですね農水省が一括輸入してですね購買するシステムを取ってるそうであります。これ私知りませんでした。そうだったんだ。ウクライナ防衛戦による国際価格高騰を受け、4月から引き渡し価格を17.3% 上げると発表しておりました。まあ農水省が一括して輸入してですね国内の業者に引き渡す、工程の価格を 17.3% 上げるよなんて言ってます。ネットなんです。パンもラーメンもうどんも上がっちゃうな。余ってる米を食おう。減反やめてどんどん米を作れ。国産小麦の 大増産を、国際価格が安い時は値下げせず、値上げだけは迅速なのが気に入らないという意見がありました。農水省がですね輸入を一手に引き受けてるのは有事に価格を安定させるためじゃないの？それいきなり 17% も上げて大失敗してんねえの？一体何のためにこんなことやってんのかさっぱりわかんないですね。外国人実習制度が奴隷貿易と同じようにですねなんか深い闇がありそうですね。これ調べたらね、プーチンさえ気が狂えなければラーメンもうどんもパンも上がらないんですよ。
東日本大震災と違ってですね、全くの人災だなって思いますね。プーチンとロシア人は分けて考えた方がいいですね。これは中国人民と中国共産党の悪行を分けて考えた方がいいっつね。でないとですね、中国共産党は中国人民を盾としてですね、攻撃しづらくするし、他国からね、プーチンはロシア人民を盾にしてですね、他の国から攻撃されまいとするからね。3月9日、ロシア外務省報道官、日本は西側諸国の論理を鵜呑みにして国益を損なっていると言いました。これ要約するとですね、北方領土はロシアのもんだバーガって言ってんですけど、まあウクライナで手一杯で東側の戦力ガラ空きだから、まあ口だけ牽制してんでしょうな。まあ弱さの現れだと思うんですけれども、まあ弱い犬ほどよく吠えるっていうしね。さらに牽制、北方領土を経済特区とし、進出企業の税金を20年間免除すると発表しておりました。20年ロシアが持つわけないじゃん、20年も。来月どうかなっていう話なのにさ、企業が根付くことでですね、北方領土の実効支配を強める狙いだそうであります。ネットの話、元から返す気ないんだから、今進出する体力ある企業があるとは思えん。紙くずのルーブルでどうやって投資すんの。もうすぐロシアは崩壊するんでどうでもいいです。崩壊間際のソ連も似たようなことをやってたぞ。ロシアが消滅してからゆっくり取り戻すんで別にいいです。話し合いで解決とか言ってる連中がいなくなるまでどんどん関係悪化すればいいと、そういうような意見ありました。なんか中国企業が進出しそうですけれども、だってあそこで商売やったってもらうのルーブルだよ、もらえんの。これ中国はですね、ロシアとですね、閉鎖経済圏、かつての東側みたいにさ、閉鎖してロシアと経済圏作って共倒れ、運命を共にする覚悟をしないと、まあそれできないわな。北方四島の住民は約1万4千人住んでるそうであります。全員を1000万円で買収する、4人家族だったら4000万円あげますよ。つって買収してもですね、1400億円、ばっかし、これ外国人留学生にタダでくれてる金よりうんとうんと安いですね。買収してですね、独立国を名乗らせんですよ。エトロフ国とかですね、でロシアから離脱させんの。いち早く国家承認してですね、同盟を結ぶ日本と。でロシアが奪還作戦を開始したら、軍事侵攻して取り戻そうとしたら、同盟国保護を名目にですね、迎撃すると。これ1400億円は取れるエビとカニで十分以上に回収可能であります。これロシアはですね、クリミアでやった手法なんですけど、まあ十分可能なんですけど、理論的にはね、当面の間の措置っつって、外国人の生活保護をですね、70年も放置してる自民党では無理そうだな。こういうことやれば戻ってくんのになーって思います。米国政府、ロシア産の原油とガス輸入禁止を発表。まあ米国は自分の国でシェールガスも原油も取れますからね。岸田バカ総理、エネルギー安定供給は国益だとか言っちゃって米国に追随しない考えを表明。つまり今まで通りロシア産を買い続けると。何その敵対国だっつって名指しされてんのに売ってもらうって、その小じ気味でな真似は、ネットの反応です。お手上げカードを最初に出すバカ、孤立の道を選択しやがった。うわダメだこの人、原発再稼働すればいいだけ、情けない。こんなのが首相か。テロ支援国家かよ、敵対国宣言されてんのに何やってんの。不評でした。
原油とガス輸入のロシア産が占める割合なんですけど、原油がたったの 4.8%、 ガスはたったの 8.3%。 他から買っても全然問題ねえし、喜ぶし、他がね、もっと買わして、喜んで言うし、原発再稼働で代替すりゃいいし、電力足んねえっつんだったらメタンハイドレード一生懸命掘ってもいいし、という多数の意見にはなぜか聞かない力を発揮するバカ総理でありました。国際間送金決済システムからロシアは排除されてるのに、どうやって代金支払うんだろうね。何、現金払いですか。後で散々アメリカに怒られて岸田辞任するパターンかな。日本を敵対国認定してるロシアが今まで通りの値段で売ってくれる保証もないし、値段釣り上げかもしんないし、そんでもペコペコ頭下げて小じ気味でに買わしてもらうのかって話ですね。むしろね、北方領土盗んでる泥棒国家と、なんで今まで普通に取引してんの、バカですか。自民党が与党のうちはですね、北方領土戻ってきそうもないですね。来月あたりロシアが崩壊してもですね、傍観してそうだな。東日本大震災の時はですね、菅直人が総理で絶望しましたけれども、戦争勃発で世界が混乱している時に、なんでよりによってバカの岸田なの、なんでなの、ついてねえなって思います。つうか、こういうバカが総理になると災害が起こる法則でもあるんでしょうか。ちょっとわかんないですね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。